はい、見て。え、やばくないですかこの牧師。めちゃくちゃいいやつやろ。はい、今回も新車で製作した、はい、大阪府のお客様の、今回は結構各メーカーさんのエアロとか使ってんねんけど、はい、一応エアロは、はい、クールレーシング、クールレーシング、はい、うん、クールレーシングのエアロはハーフタイプっていうか、まあフロントとかフロントスポイラーついてんねんけど、はい、新しくリアバンパーのオートメス見に行った時に あ、はいはい、あったやん。ありましたね、はい、後ろバンパーってんねん。今回バンパータイプの、うん、バンパーバージョンで作った。あ、そうなんですね、うん、で、まあ今回結構バチバチにやったからやばいっすね、うん、今回この車の紹介をしようと思います、うん、はい、まず前回りからいきます、はいはい、まずクールレーシング製のフロントスポイラー、はい、なんかあれですね、2段になってるんですか。そう、はい、で、この奥行き出すために純正バンパーは裏カットします、はい、あ、なんかしてましたねこの間、うん、で、あとはここほんまはメッキやん。そうですね、うん、これブラックアウトしてる。え、これ店長が、うん、塗装した。あれですか。で、あとはまあなんといってもこの目力よ。そうですよね、うん、なんかもうすごいんですよここが。前にジールのデモカーで、はい、まあ、このスモークでヘッドライトやっとったやつ ありましたね。それと一緒でお願いします。いや、見た目がすごい一緒やなと思って、うん、エアロがちょっと違うだけで。そうそう、うん、ここも塗っとったもんな、あれ。そうです、うん、で、今回もデモカー、ジールのデモカーにちょっと近づけてくださいってことで、ゼウス製のフードトップモール、はい、これも使ってましたねで、ここは、純正の202のフロントグリルのこの部分、はい、あ、ここもともと白ですもんね。白、はい、あ、塗って、はい、交換します。で、今回は見てもらって分かるように、はい、ここが素地やから、そうですね、絶対です、絶対ですね、うん、メッキレスしてるから今回。続いてサイド回り、はい、まずホイールからいく、はい、まず、クレンツェのシンティルっていう、シンティル、うん、2020年の新作のホイールやねんけど、はい、で、この色見てほしいんだけど、まあ、ブラックとここがバフブラッシュドって言って、ここバフ当ててるんやろな。もう、あ、確かにですね、なんか、バフがけしたみたいになってるやろ。ちょっと半透明な感じでしますね。そう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 、はい、ブラック、バフブラッシュド、このカラーが一応、はい、このシンテルの中では一番高価な。あ、そうなんですか、うん、せっかくここまでやるから一番いいの行きましょうっつって。へー、でも結構細かいとこやねんけど、はい、ここの部分とか、はい、うん、ここもちょっとひし形というか、なんか凝ってますね、うん、なんかダイヤ感がありますね、うん、で、今回足回りはブリックさんのいつもの車高調を取り付けて。 あ、見えました、うん、はい、減衰調整、普通やったらブリッツさんのやつって調整できるやんか、はい、今回は自動で室内から調整できる。え、どういうことですか。ユニットつけてる機械でピッてやったらこうウィーンって変わったり、あとはまあオートで GPS 拾ってるから、はい、GPS を見ながらこう自動で変更してくれたりとかっていう。そんなんついてるんですか、減衰調整、うん、ほんならボンネット開けてわざわざ回さなくても。そう、もう室内で、はい、あ、ちょっと山道やから硬くしようと思ったら、はい、もうボタンピピピ。え、すごいですね、そんなんですか、うん、あるある。今回それついてるんですね。ついてます、はい、で、下はクールレーシングサイドステップ、これもきっちり2色で塗り分けして、はい、はい、で、ミラーはミラーウインカーラズフェローズ製のシーケンシャルの。あ、流れるんですか。うん、LED、はい、はい、続いてリア周り、リアいや、めちゃくちゃいいやつやね。もう、どっから説明していきますか。どっから行こうかな、上から下に降りていく。そうですね、まず、はい、これ、DAD さんのリアウィング。でっかいっすね。めちゃくちゃでかい、はい、うん、で、これ、DAD さんのリアワイパーキャップやろ、はい、でかいですね。でかい、はい、うん、で、テールランプは、はい、今回、メテオのシーケンシャルのタイプ、下から上に流れるウィンカーが。下から上ですか。うん、で、ここがロジャム製の、はい、リアゲート、ロジャム製のスポイラー、リアゲートです。ここが、はい、一応光る。あ、横のライン光るんですね、うん、で、あとはここシルクブレイズ製のリアコーナーパネルで、続いてまず、まあ、リフレクター、これはアベスト製のシーケンシャルタイプの LED リフレクター、はい、で、あとはこの白い部分、はい、これがホイール製の
リアバンパー。これクール製のリアバンパーですか。うん。で下からついてるこの黒から下というか、はい、この部分分割タイプやねんか。あ、そうなんですか。うん、はい、下はリアバンパーディフューザー。リアバンパーディフューザー別売り。あ、別売りなんすか、うん、これ。逆にこの状態でマフラーつけたらここスカスカやから。あ、なるほど、うん、絶対こうついでいかなかった、はい、で、これマフラー、はい、クール製のスラッシュマフラー4本出し。これ4本出しやばいですね。やばい。出口がまあチタンになってて、はい、まあ、中もしっかりパンチング入ってる、はい、うん、でもなんといってもこのデカさよ、はい、100パイ。え、100パイ、うん、拳入りそうな。そうですね、うん、もう大砲じゃないですかこれ。大砲やな、はい、うん、これめちゃめちゃかっこいいですね。当たり前じゃないですか。で、あとはまあリアバンパーがあって下のフローティングディフューザーがあんねんけど、はい、ここがもうスカスカ、うん、奥行き出してマッスルの好きな空力。空力考えられてるんですか。うん、考えられてる。おお。でちゃんと、はい、あ、ソナーもソナーもちゃんと穴開けして、ダクトもちゃんと穴開けして、コーナーダクトにソナーついてるんですか。うん、もともとだってここについてるやん。そうですね、うん、ついてるもんを取ってしまうじゃなくてきちんと使っていってちゃんと継承していくから。これぞマススタイル。これぞマススタイル。テールランプとかつけるわ。マフラーも一回仕掛けようか、はい、お願いします。高級感のあるサウンドですね。次テールランプがいる。はい、お、あ、ほんまっすね。上、下から上行ってますよ。あれ、てか今気づいたんですけど、あのサイドミラーも流れてるじゃないですか。説明するの忘れだった。はい、シルクブレイズ製のトリプルモーションサイドミラー。おお、下もリフレクターもテールランプもミラーも流れてる。指示器の意思表示がすごいですね。曲がる方向もう一目で分かりますね。いや、マフラーもめちゃめちゃいい音してましたよ。何ですかこのちょっとゴールド風というか。そうですよね、この色味もいいわ。はい、なんかミニバンじゃないみたいですね。かなりレーシーな感じ。確かにですね。じゃあ続いてナイスいきます。はい、まずナビ、おなじみのカロッツェリア製のサイバーナビ。サイバーナビついてます。はい、あとはさっき話してたブリッツさんの減衰のこれがリモコン。まあ簡単に言えばリモコンになって、リモコンなんですね。うん、32段調整やから32って今出てる。まあ、こういう感じで、はい、メモリーとかもできるから。あ、記憶させれるんですか。そう、結構いいね。で次、わーキラキラのDAD 製のスワロフスキーが満載のドリンクホルダー、はい、なんと運転席と助手席。わー豪華ですね。2つついてます。で今回ミラーやねんけど、はい、うん、ドライブレコーダーで、はい、デジタルインナーミラーになってる。あれ、なんかこれ前も映してません。うん、2つ、あ、前と後ろ。え、2画面。はい、え、これがドライブレコーダーな。そう、ドライブレコーダー。ドライブレコーダー型の、はい、インナーミラーで、あとはステアリング。これも変わってますね。うん、ジャズフェローズ製のピアノブラック、うんうん、うん、インパネと合わせて。あ、なるほど、うん、めちゃめちゃ豪華。はいはい、はい、どうやった。いや、今回このボクシー鬼軍曹色かなり強いですね。鬼軍曹色強い。はい、もう顔がもうすごいんですよ。鬼みたいな顔してる。あ、鬼みたいな顔してますね。そんなきつい顔してんな。あ、いや、そういうわけじゃないですか。あ、そういうわけじゃない。はい、鬼軍曹しようってこと。はい、かなり DNA 入ってますね。入ってる。まあ、ありがたいことやけどな。でもかなりこれは、はい、めちゃくちゃいかつくしやがったよ。いかついです、いかついです、うん、びっくりすると思うけど、はい、これなんと、はい、女性オーナーさん。女性オーナーさんなんですか。これを女性の方が。そうや、めちゃくちゃかっこいいやん。でもめちゃくちゃこう車好きで、はい、この今回の車の前からまあ実は付き合いがあって、はい、あ、そうなんですか。うん、で、はい、今回乗り換えってなって、はい、バチッと。すごいっすよ、これ。車好きじゃなかったらここまでできないですね。鬼軍曹仕様にしっかり。しっかり鬼軍曹仕様ですね。しっかり。
で今回のいろんな部品ついててんけど、あのいつも動画で言ってるみたいにクールレーシング製のエアロは、納期が4ヶ月かかります。クールレーシングコンプリートが、はい、いいなっていうお客様は、はい、できれば半年前とかから打ち合わせしていかないと、車検とかそういう都合があればご契約して発注してから4ヶ月かかるんで、はい、うん、そこだけご注意ください。前もって期間あの見とかなあかんことですね。そう、はい、お願いします。はい、で今回の、お車ですが、大阪府のお客様で、はい、女性オーナーさんの、ま、いろんなあのメーカーさんの部品がついた鬼軍曹仕様の一台車はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。